おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。あ、はーい。うわ。ありがとうございます。なんやこれ。どうしよう。ガロ行きます。ガロ。ありがとうございます。やった。ありがとうございます。やばい。おはようございます。黒バラ軍団の次郎です。ラバージェイの白鳥美優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒バラ伝説 with 女神ということで、はいはい、今日は女神不在なんですよ。え、いるじゃないですか女神が。いますよ女神。一応このくだりは必ずやるんですけど、私あんま言いたくないんで、はい、女神は不在なんで、まあ、今日はちょっと黒バラとラバー J で頑張っていこうっていう感じではあるんですよね。いや一応女神ってことで、今日は女神の扱いでどうにかお願いしてもよろしいですか。今日1回だけなんで。そうですね、まあ最終回ですから、はい、そうなんですよ。これがなんと黒バラ伝説 with 女神、はい、これ長らくやってきましたけれども、本日最終回ということで、はい、今まで過去の実践とか見ててもそうなんですけど、はい、もうずっとダラダラしとる下手くそばっかりやと。チロンさん初登場ですね今回。あ、違います。あれ違いますか。今シーズンは初登場なんですけど、あの前のシーズンとか出た時ちょっとまあ僕もね、うん、手痛い目やったりしてるんで、うん、そろそろ一発かましたらんとなと。そうですね、思ってるんですよ。ありました今まで出たこと。1回あるんですけど今シーズンは。はいはいはい。負けました普通に。その時は何を打ったんですか。その時はあれ何打ちましたっけね、覚えてないぐらい負けました。でもこれあの相性がすごい大事で、はい、誰と来たかっていうのも大事になる部分はあると思うんですよ。その時誰やったんですか。コウタロウさん。あ、下手なんで下手なんで全然ダメです。やっぱコウタロウさん任せにしてしまった部分もあったので。あ、もうさ、もう全然ダメなんで、結局2人でどんだけ球出るかっていう話なんで、はいはい、2人でなんとか協力し合うという、はい、あれの上で頑張っていきますんで、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、まあ、もうポロポロっすよ。長いことやってるからもうここペラペラや、ね、で、まあ、この辺はクリアできてる。ソラソースで500枚なんか出ると、うん、でサマイスプラス1枚以上終える、これも簡単な話ですよ。で、うん、一撃1000枚出す、うん、これも簡単。こっからなんですよ。今まで全5戦今シーズンやっておりまして、はい、5戦ともマイナス収支と。まあそんな恥ずかしいことをようできるなと。それで動画出るだなんて、多分僕やったらやめてるんでそんなのあったらね、仕事だから、まあ雪辱を果たしたらんとあかんと、はい、いうことで1000枚、うん、でこれもねクリアしてないのも開けちゃったんですよ。出来もせえへんくせに前回の、ね、そう、はい、アホども、まあ、僕はでもこの辺できるから開けちゃう。かっこいい。できるからはい、プラス1000枚すら無理なやつら、うん、よう見とけよと。今回プラス3000枚出すぞと、はい、で、全6戦合計3枚数をプラス1万枚にするこれは多分無理そうですね、今までの枚数がマイナスの9512枚なので、3枚数なんで1万9512枚って、ね、1人ノルマ1万枚数。あ、そうですね、今日はあぴったし1万枚ずつ出せばもうこれ全部クリアできるんで、はい、なんとこの SS ランクまでの、この E から SS ランクまでの全てをクリアすると、はい、なんとこのメガガーデン戸塚店さんから500万円うそプレゼントということだ。そうですか。はい、で僕からもその僕に入る賞金も白鳥さんあげます今日は、うん、いいんですか大丈夫ですよ。じゃあでも伝説なんでレジェンドへの道なんで、それはもう女神にプレゼントしますよ。いいんですか。はい、ありがとうございます。じゃあ頑張りますよ本当にはい、だから今日は何としてでもノルマ1人1万枚とはい、で、もうね28日ということもあって、抽選からたくさんの方が、はい、300人オーバーのたくさんの方が来られてますんで、そこからいい番号を引いて、はい、いい台に座って、はい、1万枚、はい、目指しましょう。だから朝一から分回してください。もう OK です、はい、頑張りますということで、実践の方頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。はーい。
誰も座ってないか。でもまだ16名様しかいらっしゃってないですからね。2台しかない。あ、こっちもあるのか。ここにしよう。待って、昨日が1回、8回、昨日ここ全然回ってない台なので、ここで朝一設定狙いで頑張りたいと思います。今日はで、あとちょっと見てみます。みんな何人に行ったんだろうか。やっぱ絆なのかな。窓マギもちょっと考えたんですけど、やっぱり絆か。もう先頭の方が入場されてから約10分近くが経過してると。もう269番なんで後ろ10人20人ぐらいしかいないですね。おきどきあたりかな、がっつり攻められて、まあでもちょっと余裕があると。おきどきはビンゴが全部ベッドランプ消えてます。なんかやっぱジャグラーめっちゃ人気っすね。絆は上も下も人気。え、っていうかこっちにもガロあんの。え、これ何、ゴスロちゃいますよね。え、こっちにもガロあんの。上の A タイプは空いてるのに下が埋まってるんですよね。もしかしたら早い番号の人たち下で売ってるんかもしれないですね。下の方が空き台ない、その A タイプに関しては。で ATRD 機はやっぱ窓マギとか、まあ、シリーズとかバジリスクとかもまあ上あるんでだいぶ埋まってて、でまあその後多分番長とか埋まってっていう感じだと思うんですけど、下ガロ行こうかな。まあ学校も見れるし下でいいかなと思うんで、ガロちょっと学校見てみます。 A タイプは下が強いけど ATRD 機は上が強いみたいな感じなんですかね、わかんないですけど、まあ下の方が機種数少ないんで、でもその中でも人多い感じするんですけどね。ややブレた、ややブレたかな。とりあえずまあ、末尾言うててもしゃあないですけど、まあ、上でガロ打つも下でガロ打つも別にノーヒントっちゃノーヒントなんで、とりあえず末尾8の純真台であるこのガロから打っていこうかなと思います。ではできまーす。第3停止で降格ステージ、ちょっと前ソル入れます。朝一は設定さなく 50% で降格は連部と。でちょっと広角っぽい感じしますね。まだ落ちてなければ結構熱い。強制13、桜艦隊全長したっすね。4ゲーム連続同じです。赤かった、これいったっしょ、いった。32ゲーム、オーケーの前、チャンスゾーンです。巨人から降格落ちてなかったと。
30% すごい押してきますね。あ、継続した、ラッキー、ラッキーパターン。30% って結構弱いんでね、やっぱ色が大事。青かダメっぽいな。連舞モードに行ってればすぐにチャンスゾーンにもう一回突入してくれることもあると。何も引いてないのに全長いったよ。ってことは連舞からか。75ゲームおげのまーい。プッシュボタンまで出てきたよ。 30% か。青かー、もうもったいないな。決めきらんとね。あ、でもまだ連舞以上が確定、全長もしくは連舞。連舞落ちたかー。115ゲームに強制。ここ文字狙ってみよう。ビッグではなかった。ということはレギュラー118ゲーム強制でいいから。レギュラー設定差あるんでね、グースの方が出やすい。せめてチャンスゾーン。頼む。あー、もう、はい、でリセット後は天井が666になるんで、そういった意味でもどんだけチャンスゾーンするしようが、チャンスゾーンに入れなかろうが結構攻めやすかったんですが、一発ボーナス引いちゃったんでちょっと不安にはなってきたな。でまだ朝1台もあるんですよね。そっちを打ってもいいけど、松尾の問題もちょっと解決したいというか、松尾8は果たして強いのか、狙ってる人はいそうな感じなんでね。それでは本日の実戦スタートします。朝一の時間は番長2で行こうと思います。今日でクロバー伝説ウィズ女神が最終回ということなので、今までのミッションがまだ3枚椅子プラス1000枚で終わるっていうところからクリアできていないということなんで、そこはもちろん目指すことと、最終の目標1万枚目指すのもできるだけ近づけるようにいけたらいいなと思っております。で今日は番長2を選んだんですけど、4台設置で朝1台、すごい浅いゲームで10ゲームぐらいでボーナスいてますね。もう63ゲームだけど、4台設置してて1台は朝1ヒットして、残り2台も朝1全長来てたんですけど、そう、今で200ゲームなんですけど1回も全長来ない。あ、ここで、あ、夕方になった。
ってことは2役で降格だから、お降格で弁当一人だ一人だ、おまた弁当やられた、あー長考行った長考行った、ここで弁当行きたいところですね、うわー長考だよ、38ゲームでノリオが来ました、再び特訓です、お、チャンスですね、お、いい一面、まただ、うっしゃ661ゲーム今日弁当から当てました、投資が22本、ここからですね、ここで青菜、ここで生かさないと、久しぶりに引いた、超嬉しい、ここで頑張らないといけないですね、すごい、あ、そう、長板引、あの強弁当引いてだいぶハマっちゃったんですけど、すごい長板引いてる、素晴らしい、いいな、ジロー君に褒めてもらえた、感激、え、あ、やった3回目、あ、50ゲームだ、嬉しい、おお揃った、ラスト1枚来い、投資が22本なんですけども、長番長を今日弁当から引くことができまして、300枚ゲットで、さらにお、ボーナス確定、よっしゃー、じゃあここはカオル先生でいくか、上乗せなし、続け、あー続かなかった、長番の分で190ゲームございます、
子役引けてはいるんですけどね。で高額もちょこちょこ行ってるレギュラーヒーターそんなに悪くはないと。あとはまあ初当たり引けないとよっぽどきついですけど、まあ投手も今結構いってますからね、なんだかんだ言って。まあもうちょっと様子見ですね。ちょっと一旦周りの様子見に行きます。あんまり末尾にこだわらなくてもいいかな。ラジハロ5、4台やって朝一 LT なしか。まあわかんないですけどね、結局6択なんで4台あっても1台入らへんこと、全1台も入らないこと全然ありえるんですけど、まあ今すぐ動きたいなっていう気持ちもないんで、もうちょっとだけから打ちます。いや、子役見よう。子役見て悪かったらやめよう。ポジティブな要素がないや。ポジティブな要素はないですね。追い続ける理由は一個もないと。変更がかかってたっていうぐらいですね。で、まあこの台にこだわる必要もないし、ざっと見た感じ松尾八がそんなに強いわけでもないんで、まああんまり気にせず動こうかなと思います。とりあえずこの台はやめてちょっと上見に行ってみようかなと思います。じゃあまあ打つ、まあ決していい台と言えるもんではないですが、空き台もそこそこ少ない中で、まあ、保険的な感じでインロー箱は183溜まってると。まああかんかったらすぐ移動しちゃうぐらいの軽い気持ちでちょっと打っていきます。そろそろ投資が20本といったところなんで、まあ早めの初当たり引かんと、今日ガロのレギュラーだけですからね、まだ当たり。2個目いかんか、強力薬、あ、5枚目スーパーうまくいけば300のなんやヘルソンちゃんはカツソンと合わさるんで超強力。それまではレア薬を引かずに粘り続けたい。いらんよ、各掴んでいいで。あかん、ちょっと、あ、昇格した、いい方です、レア役の確率アップの方です。ひたすらチェリーだけ引け。わあうまい、キョベルこれいったんじゃない、ダブルダメ押し、ダメ押しチェリー引いた、これいったでしょさすがに。よし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 、え、なんかさっき発動してる、気悪る。頼む、あー終わっちゃった。しかもこういう小箱使った。3桁アウト、まだ終わるなよ。とりあえずここは行けよ。よしよしよし、なんかめっちゃいった。でインロー箱も行ってくれ。うわめっちゃ少ない、マジか、思ったよりいかんかったな。そろそろ一発ぐらいチャンスゾーンが来て、まあ悪くないパターンですけど、あれちょっと弱め。
緑、あー気にしてたか。でも赤文字まあ大丈夫でしょう。26本通してやっと5以降チャレンジです。319、最終タイプでいきます。さあリプレイとレアクを頑張って引く。まず一発あかん。今日はなかなかチャンスすらもらえないし、もらったチャンスすら生かせないと。ダメな日ですねこれ、いわゆるダメな日。さあ、インドが結構がっつり目にたまると思います。まだ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 、あーこんなもんか。さあ本日2回目、はい、来た来た、熱いやつ、あ、やっちゃった。これもう一番これようなってますよ。これね、見ていかんとダメなんですけどね、ベッドボタン押したらこうなっちゃうんですよ。はよ、うそ、マジ。あったー、総投資28本、本日初の ARD ですね。 ARD、さあ一発逆転とまでは言わないまでも 30% 引くだけで3桁、ミスしかない。並べないか。こう設定で出るんならまだしも、わかります、多分これはもう違う高設定ではない。で、そうなったら茶葉ね、何回も何回も初当たり取れる台ではないですから、数少ないチャンスを不意にしちゃいましたね。さあ野球くれ。あー66枚、いやおとなしいな、すごい静か。ややく弁当しか引いてない。おお、岩尾さんだ。今で55ゲームです。無事天国で当たりました。おー絶頂だー絶頂だ絶頂だ、やば、絶頂だ。え、嘘、超満引いて絶頂引いた。よしよし、あー下手だな。
ないな。あと1ゲーム。いやー、こっからこっからどんだけ延命できるか。よし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 、もっと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 、50。あ、大丈夫だった。終わっちゃったか。何ゲーム？ 165。 まあまあまあ嬉しい普通に嬉しい。よし、でしかもビッグですよね。やったぜ、激嬉しい。じゃあ今回はミサオちゃんにします。残り3ゲーム、引いたのは弁当1回とチャンス目1回。さあどうかな、終わるかな、続いたらいいな。ピンク、赤、赤、青、ピンク、赤、赤、青。あー、なしだー、乗らなかった。ピンク、赤、赤、青だと天国の天国への可能性が 4.67% で、あとはほとんど通常 A。 連チャンしてくれたらいいんですけど、天国で。さっきの絶頂ラッシュの分も合わせてラストが303ゲーム、だいぶ余裕ができました。余裕できたけど、余裕持ってるとね、終わっちゃうから。熱い、頼む、あかんわ、帰ろう。よっしゃ、一発目からいった、最先いいっすね、進展が。さあ3桁乗せよ、3桁。おっ、青だ、ふぅ、やったー。お、燃えてる、上乗せある、再始動。よっしゃ、上乗せできました。今回はLINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。